あぶね、これマジで危なかった。甘い波動拳。さあ行きましょう。相手はホンダ。さあどういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。うわーマジか。よっしゃ、危ねえ。昇竜拳出ます。オッケー、いつもの中段当たって、ほい、ここまで入れて当たる。これはもう一回いってもいいかな。危ねえ。へえ、おいしょい。やっぱ投げよう。マジか、で好きか。うわーマジか、飛ばれちゃった。危ない。くっ、危ない。中頭突きだった。やっぱり頭突きが怖いな。じゃあ相手玉のパリーがうまいからちょっと玉控えめでいこうか。こんな感じでフェイントも織り交ぜていきましょう。投げは通りますと。もうみじ全開じゃー。立ちた。昇竜拳ここ投げる。オッケーオッケーオッケー。ラッシュからは打撃いって良さそうだな。あーミスった。いれ、マジか、これガードになるのか。危ない。うー投げられて、あー今のパじゃねえ、パリーができなかった。うーおー一応投げじゃー。はっ、いやー喉がイガイガしたけど、ファイナルラウンドね。よし、これ通じるな。もう一回通って、ほい、うー投げられた。いやー押せなかった、押したかったな今のは。あーちょっとね、投げは無理なんですよね。オッケー、これは使っちゃいましょうか。ほい、逆卓の中足ですね。相手の様子見を読みました。読みは当たってましたと。さあどうしようかな。あー変なの出た。危ね、ほい、うー、スーパーズ好きじゃ。うわー逆行かないでー。はっ、これは運がいいぞ。ほい、よっしゃー、さっき暴れてたからな、かなり警戒しましたよ。オッケーオッケーオッケー。ホンダに勝ったのに久しぶりだ。これでかいですよ。さあしかし問題はここから対応されないように気をつけていきたいところではある。もう一発一発。うー長っ、多少砲撃はダメですか。くっ、届いてなかった。うわーパリーできてね、逃げたい。うっ、甘い。うんー甘すぎたな。間違えた、これ逆行くんだよー。そして俺は、あ大丈夫か、さらに逆行くかなと思ったけど。昇竜拳、今のパリできなかった。これを倒さん。今度はほいほいほい、当たんなかった。危ねえ、これマジで危なかった。甘い。あーやってないけど、おらー結果おらーい。よしよしよし、オーケーオーケー。ようやく強頭突きをジャストパリできるようになってきた。さあ第2ラウンド、危ない、怖い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 、そろそろ飛ばれそう。危ない、はい、うーん投げはしてこないと。投げは取らない。まあ大丈夫でしょう。うわーパリが難しい。それはそうそう、おい投げない、投げ通らないね。いやー昇竜拳間に合わずパニカになっちゃった。うわー、いやこれ結果オーライ。ほい、おらー、ダメか。昇竜拳逃がさないよ。おらー、よいしょー、おらー、よっしゃー。いやーホンダに勝ったの久しぶりだ。ちょっと頭突きへのパリーが若干甘いところもありましたけれども、いやーでもよかったよかった。
パリーのおかげで、まあ、久々にちゃんとパリーを勝ち筋に使うことができたのではないでしょうか。まあ、もうちょっとパリーうまくやってホンダをさばけるようになったら、楽になるんですけれども、はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そして、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。いや、ジャスパこんだけ決めたのマジで久々だな。いやー、すーげーお楽しかったよ。